マイクの使い方、マイクと PA ですね。PA の使い方やっていきたいと思います。こちら、ド定番マイクですね。シェアの SM5%、通称 5% ですね。SM58、通称 5% と言います。これ、マイク、こうなってますよ。ね。で、こちら。通常、これキャノンっていうケーブルのタイプになります。形状になります。このキャノンタイプの形状のマイクを入れていきますよ。ね、これで。これ、入りました。次、こちらを PA の方につなげていきましょう。これで。はい。それでは、PA の使い方、PA の使い方ね、やっていきたいと思います。まあ、PA の使い方というよりは、マイクをどこにつなげたらいいのっていう質問が結構あるんですよ。で、このミキサーですね。ミキサー、まあ、PA システムっていうのが必ず置いてます。スタジオにはね。なので、こちらの使い方やっていきたいと思います。先ほど、こう、マイクつなげましたよね。この状態です。はい。この状態です。で、こちら、キャノンタイプのケーブルの形状になるんですけど、こちらが、まあ、多いのかな、スタジオだとね。で、基本的にはこれ、PA は、こちらが、1番、2番、3番、4番ってなってるわけですね。で、こちら、右側にあるのが、大元。ね、元になってます。で、今、電源ついてますけど、必ず、この電源の、オンオフをするときには、必ずね、このフェーダーを全部下がってるのを確認してください。必ず。下がってたら、オンオフしてください。ね、これで、電源がつきました。では、先ほどのこちら、マイクね、この状態にしていただいたら、こちら、キャノンの方を、入れてきます。じゃあ、今日はね、わかりやすいように2番の方に入れてきましょうか。このまま、こちらに、こう、2番の方に入れてきます。はい、入りました。ね、2番の方に入ってます。はい。で、こちらのフェーダーを上げていきます。2番ですから、こちらですね。2番。で、当然ね、大元が上がってませんから、まだ音は出ませんよ。そしたらね、こちら、大元の方を上げていきますよ。は、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 チェック、ワン、ツー、は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 、ね、上がってきたの分かります?ね、音が出てきましたね。で、次行きましょう。たまに音が出ないよっていう場合があるんですね。この状態にしても。まずね、そういう場合は、どこを、気にしなきゃいけないか。まずね、ここ。ここのところが、こう、オフになってる状態があります。そこ、オフだと、どんなに上げても出ませんからね。で、入ってないってことですから、こうやって、ここ、ここですね。この場所。オンにしてみてください。そしたら、音がこうやって出ます。はい。次、多いのがね、次、こう、音がこっち上げてもすごい小さい音になっちゃうんですよ。音が小さくしか出ないんですよっていう質問が結構あるんですね。それ、どうやって解消するかっていうと、こちらにあるんですけど、ここね、これ、上が原因っていうところ。で、下がコンプっていうところです。これが原因が下がってたり、コンプがね、ほとんどゼロですね、これね。そうすると音量が出にくいです。まず原因をちょっと上げていきましょう。これ原因かなりね、これだけでもかなり出たでしょ?わかります?じゃあ、コンプも上げていきますよ。コンプをちょっと半分ぐらいまで行くか行かないかぐらいまで上げます。そうするとかなり音量が出てきたのわかります?大体ね、この2つで上がります。で、これだとかなり大きいので今度下げますね。はい。これで、ちょうどいいんじゃないですかね。これで音は出ます。出てますので、歌を歌うことはできますが、こう、音質ですね。今度は音質にこだわっていきましょう。こちら。ね、見たことあると思います。はい。こちら、グラーイコですね。グラフィックイコライザーっていうものなんですけども、今これフラットの状態ですね。まっすぐな状態。では、この真ん中、ど真ん中の音をピックアップしてみましょう。上げていくと、こう、中間音域がピックアップされますね。はい。で、こちら。上の方を上げていくと、今度高音域も上がっていきます。ちょっとわかりづらいですかね。で、下の方を上げていくと、低音域がね、やっぱりちょっと出てきます。で、基本的には、こういう感じが、私のセッティングですね。私の、まあ、お好みなんですけどね、この辺は。この辺が、ボーカルのパターンでは、中間音域出すのがいいですかね。で、高音をちょっと、しっかり聞き取らせたいなという場合は、高音域をちょっと上げていく。っていう感じになります。こちらが先です。その後にエフェクトっていうのをかけてきます。エフェクトっていうのは、ボーカルの場合は、リバーブですかね。リバーブ、ディレイリバーブ。ディレイリバーブの順番です。で、その種類っていうのが、この
EMX、ヤマハの EMX5014 の場合は、これにあるんですけど、こう変えればあるんですけど、これはね、いろんな機種があるんで、それぞれの機種で試していただきたいと思います。で、まず、エフェクトをかける場合、エフェクトの大元も上げます。大元を上げます。そうするともうかかってるよね。そう。で、この分量っていうのは、基本的にはエフェクトって書いてます。ここにエフェクトって書いてあるところで、ここでその、どれだけかけるか。当然、上げれば深くかかります。深くかかってしまうと、ハウル原因になるので、やっぱり、ほどほどのところでね、ハウリングの起こさないように、ほどほどのところにかけてください。はい。これでね、かなりいい声になってきたんじゃないでしょうかね。歌に適した。それでは気持ちよくね、声出していきましょう。はぁー、はい、いい感じですね。はい、という感じでね、こう、いろいろありますので、スタジオに行って、わからなければ、スタジオのお兄さん、お店の人にね、お兄さんかお姉さんか知らないですけど、お店の人に聞くのが一番いいです。知ったかぶりして、ハウル原因を作ったりとか、あと、下手したら、こう、ね、スピーカーを壊すってしまうこともあるので、わかんないことはね、お店の人に聞くのが一番いいかなと思います。これ基本的な使い方、これで一通りマスターできたかなと思います。わからないよ、時は、お店の人に聞く、スタジオの人に聞くっていうのが一番いいと思います。まあ、これで復習して、復習と予習をね、兼ねて何回も見て、マスターしてみてください。